これ今日のサンデーモーニング見てたんですけど、年内、今年最、これ今日で最後かな。まあですよね、日曜そうだからね。関口博さんがね、またなんかやらかすんじゃないかなと思って僕は見てたんですよ。やっぱやらかして面白かったですけど、途中のね、スポーツのコーナーでね、ゲストにね、森保監督出たんですよね。よく出たなと思うんですけど、森保監督が出て、森保監督の紹介をすっ飛ばしたんですよ、忘れて。関口博さんが。それで、野球のね、上原浩二から、それは関口さん、勝つですよって、勝つ入れられたって話があって。で、どの番組では初めてゲストが出演した際、紹介 VTR が始まるのがお決まり、この日も関口がコーナーの冒頭で、メディアでも引っ張られるでしょうけど、お友達とかいろんなとこからちょっと顔出せ、顔出せってなってるんじゃないですかと。忙しい日々を送る森保監督の質問。森保監督が、皆さん喜んでいただけてるので、笑顔、その喜びを見させてもらうことが、自分の喜びになっていますと答え、和やかに会話が進んでいた。いや、でも森保監督僕見てましたけど、ものすごく感じのいい人だなと思いましたけどね。本当に嫌な部分がないというか、何ですか、やっぱ上司の鏡みたいな感じですよね。その直後に、関口が、じゃあワールドカップから行きましょうと。最初の話題に進もうとしたところ、サブキャスターの唐橋由美さん、あのメガネかけたね、サンデーモンによく出る頭の良さそうな人ですけど、森保さんのご紹介をと遮られ、あ、そうだと。監督初めてだったと、あたふたしたと。関口さんがね。で、すかさず、新ご意見番の上原浩二から、関口さん、勝つです。と、勝が入れられ、すいません、森保監督の紹介 VTR を忘れておりましたと、恐縮しきりに進行を再開した。で、まあ、どれぐらいのやつを紹介するのかなと、結構なボリュームで紹介してるんですよね。見たら。かなり、重要な障害だったんですよ。森保さんの生い立ちからこう、追っていくやつなんで。あれすっ飛ばすって逆に、関口さんすごいなって思いましたね。関口さんこれ、視界大丈夫かなって思いましたね。あれをすっ飛ばすかって。どっちかっていうと、これ森保さんが出てもらったメインに近い VTR だったんですよね。全ぶっ飛ばしで、進行してワールドカップに行って。でなかなかだなって思いましたね。もうやらかしたレベルじゃないぐらいだったなと思いましたけど、ただ森保監督はなんかすごいこと言ってたんですよね。続投をはしたいって言ったんですよね。まだ決まってないけど、自分の気持ちとしてはしたいって言ってたんで、まあするんだろうなと。まあでもね、いろいろメディアでも出てるじゃないですか。森保監督も依頼されてると。でまあ正式発表されてないんですけど、早めにもう今の時点で森保さんはしたいって言ってあるんで、まあ決まるんだろうなって感じがします。関口さんがこの後監督オファーしてくれと、この後続投監督してくれとオファーがあったと噂には流れてますが、って言って、森保さん、はい、正式にはないんですけど、まだお話ができる時があれば、はははと。今はできませんか？関口さんが言って、まだ途中段階なので。関口さんは、お気持ちとしては続けたいでしょって聞いたら、私自身は、はい、続けてやらせていただけるのであれば、この幸せな仕事を続けさせてもらえばと思っております。すごいあれなんですよね。謙虚なんですよ。もしおやりになったら、今後の日本のテーマは何ですか？関口さんが言って。日本のテーマですか？まずは積み上げが大切なのかなと思います。積み上げって言って、2050年までにワールドカップ優勝ということで今向かっていますので、しっかり積み上げていけば自然と選手たちの力を考えれば、この壁は越えていけるかなと思います。でもどうなんですかね、2050年と言わずに次のワールドカップでベスト4ぐらい行ってほしいなと思いますけどね。モロッコ行ったんですからね。行けそうな感じしますけどね。まあとにかくそんなもすごいね、今が旬の森保監督が出てんのに紹介すっ飛ばした、関口さんはすごいなと思いました。